渋谷ら、ママは、東京都渋谷区道玄坂に位置する、ライブハウス。線形で、中央に外国柱があるフロアが特徴。主にロックを中心とした音楽ライブを開催するが、1986年1月24日には、渡辺正幸主催のお笑いライブ、ラ・ママ新人コント大会がスタートしており、現在も毎月最終金曜に行われている。元は、 消防との名称で、プロミュージシャン専用のライブハウスであり、格式の高い店を目指していた。1982年、ラ・ママと店名を変更、アマチュアアーティストも出演できるようコンセプトも改めてオープンした。ラ・ママの名は、オフブロードウェイを推進した、アメリカの女性ファッションデザイナー、舞台演出家であるエレン・スチュワートが1961年、 ニューヨークイーストビレッジに創設した劇場、ラ・ママ実験劇場に由来する。以降、1980年代から、ジュン・スカイ・ウォーカー、ザ・イエロー・モンキー、ミスター・チルドレンなど、後に、日本を代表するアーティストが多数出演してきた。1989年から1990年に、放送された TBS テレビ、三宅裕二の生かす、バンド天国でブレイクしたバンドが、 ラ・ママの名を口にしたため、知名度を高めた。音楽レーベル、エンジン、シアター、レコーズを持つ。また、無料のファンクラブ、F&F ズが存在する。以前店長を務めていた、大森つ正は、ラ・ママを拠点に、ライブ活動をしていた、ザイエローモンキーが、メジャーデビューする際の所属事務所として、1991年12月24日に、 有限会社ボーインマンミュージックを設立し社長に就任している。2007年からの店長は河野大輔ありがとうございます。